はいどうも僕です。さあということで今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーやっていきましょう。ということで今回は風林火山を使っていきたいなと思います。ということで今回はですねこちらの黄金の爪とあとはオリハルゴンの爪、この二つを合体することによって風林火山という奥義を生み出すことができるんですよね。もうこれ意味わかんないんですけど、爪と爪を合体することによって奥義を生み出すことができるということで、まあ、このね風林火山がかなり強い武器でして、何かっていうとまず、まあ、疾風陣雷という先制技を持ちつつプラス風林火山という、まあ、もう名前のままの技を覚えているんですが、これが風、林、火、山、風林火山で分かれていて、風の場合はミニモンスターへのダメージが増加で、林の場合だと獣系のダメージが増加、火の場合だと悪魔系のダメージが増加、山だとメタル系のダメージが増加ということで、この4種類がランダムで発動してくれると。これがね、まあ、もし相手にうまいことさせれば大ダメージを与えることができるので、まあ汎用性も高いし、まあ、ランダム要素はあるにしても当たれば最強ということで、まあ、これがかなり強いんじゃないかなと。でプラス今回ねモンスターを誰にするか悩んでて、まあ、ガチで行くんだったらそれはねナイトリッチとか使えばいいんだけど、それだったらまあほんとなんかただのティアワンじゃんみたいな感じになっちゃうので、まあ、どうしようかなって悩んだ結果、ダッシュランとシルバーデビルという、まあ、素早さが比較的高いモンスターを選んできました。なんでかっていうと、先ほど言ったけどこの疾風陣雷という風林火山の技がありまして、こちらが確実に先制攻撃をすることができると。これがねかなり強いと思っていて、まあ、後半お互い HP が同じくらいになった時にこちらが先制攻撃を仕掛けることによって先に相手を倒すことができるみたいなことが、まあ、可能なので、確実に先制攻撃ができる疾風陣雷とプラス素早さが高いから、まあ、比較的先制攻撃がしやすいシルバーデビューとダッシュラン、攻撃も高いので、まあ、普通に戦う分でも、まあ、別にそこまで身を取りしないという、まあ、このメンバーだったらかなり相性がいいんじゃないかなと思います。まあ、力のねシナジーとかもちゃんとバトルマスターであるので、まあ、結構ね HP も高くて悪くないパーティーなんじゃないかなと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、ヒナ。はい、メンバーはいつも通りのこの編成。そして我々はこんな感じ。まあ、いつもに比べたら結構ガチ寄りの編成になってるって感じかな。最近は結構ネタ系が多かったんだけど、シナジーとか考えてね。ただ今回は、かなり今、ティア1とまで行くのかわかんないけど、まあ、ちゃんと相手に特攻ができれば強いし、プラス、ま、素早さがありつつ力もあるって感じなので、で、ま、耐性とかもちゃんとある防具にしてきたので、普通に戦ったら強いメンバーになってるんじゃないかな。で、からのシルバーデビューがね、ローガの爪から漆黒の爪に変わるということで、これが結構強いっぽいね。いやー、まあでも相手ね、今回モンスターマスターなんで、まあ、この、例えば獣系への相性だったりとか、あとなんだっけ、ミニモンスターとか確かポンポコダヌキだったはずなんで、まあ、そこら辺の相性がかなりいいんじゃないかな。なので、まあ、今回の試合は結構ぶっ刺さる気がするんだけど、どうだろうか。さ、やってこう。まあ、一回もまたね、例のごとく試運転はしていないので、本当に強いのかわからないけど、まあ、多分強いでしょう。さすがに弱い要素が一個もないので、いけると思うんだけど。じゃあ、猛ダッシュ、風林火山、漆黒の爪、これでいこう。まあ、これで、まあ、風林火山があまりいいのが発動しない可能性くらいかな、あるとすれば。まあ、でも多分、こいつらミニモンスターです。さすがにこんなちっこいんだから。でまあそれくらいだったら、はい、テンションが上がったけど、まあいいでしょう。それくらいだったらからのなんだ竜巻起こし、いいでしょう。まあ、変身されて変なことされるくらいだったらこっちの方がいい。オッケーオッケー、全然効かないね。43、耐久がやっぱすごいな。からの風林火山、おー、あ、でも普通になんかあれだね、別にしな、なんていうのかな、その、特攻がなくても、40ダメージ、40じゃないわ、370ダメージくらい与えてたんで、普通強いよね。で、猛ダッシュで、これはどうだ？いやー、ま、回避はもう、違うじゃん。回避はもう違うけども、それ言い始めたらどうしようもないから仕方ない。で、漆黒の爪。これは運次第。いけ！あれ？する。
前をどんだけ置けんの。前回も思ったんだけどさ、ポンポコポンポコてめえどんだけ置けるんだよ。前回のさ、バシルーラパーティーでもそうだったのよ。2回連続くらいで避けられて、お前の回避率どうなってんだよ。いやもうそんなことはどうでもよくて、僕が言いたかったのは、あれ完全にバズズの鋭い爪の一撃でおなじみのあれだったんだけど、漆黒の爪、やっぱ爪木はこうなんかな。はなんなお前なんなお前、違うじゃん、今回そういうんじゃないんだって、そういうんじゃないんだって。当たんないと始まらないの。今何もしてないからね。頼むよ。さすがに、はい、さすがに、まあ304ね、まあ普通って感じだけど、いや避けられてなければもっと余裕があったのに。頼むぜ、風林火山こっけー。307、普通に強えな。まあ本来だったらもっと、今のは何だろう、今のが何か分かんないけど、風林火山の林かな、多分そこら辺だと思うんだけど、まあ、結構効いてるね。でちょっとここらでまあビッグバン使おうかな。なんでかっていうと、さっきも言ったけど、こいつら先手を取れるんで、最終ターンはできる限り自分で選びたいんだよね、どの技使うか。先制したいんで、だからここは、あ、お前使ったか、もしかして、あ、使ったか、疾風陣雷。ちなみにどんな感じ、はぁ、まあ悪くはないけど、お前どんだけ避けすぎ、お前避けられたらもう話変わってくんのよ。ねえ、避けられない上でのなんかもうね、我々じゃないっすか、まあ、そこが避けられ始めたらもう何も話にならないから。頼むぜ。よし、まあ君はいいのよ。問題はもう一人問題はもう一人の方で、化けるな、やめろよ、風林火山すんなよ、うぃー。まあこれでね、回避された分は一応消耗してくれたけど、雷鳴斬り、まあいいでしょう、はいはいはい、それは効きます。でからの頼んで、ローガの、あ、じゃあ灼熱使うんだ、まあいいでしょう、確実に当たるからね。てかおめえ遅えな、先手取れると思って呼んだのに、お前最後なんかい。まあいいけどね、これではい、いい感じになりました。でラスト、どうしよっかな、もうどうせ終わるか、ちょっと調光していい、冷たい息で確実に行くか。いやでもそっちの方がいい気がすんな、どうせもう160しかないか。まあ、疾風陣雷で来たらもうそれに越したことないんだけどね。なんだスペシャルカード発動、なんだてめえ、あーそれあんのか、やばい、ミスったか。いやまあ天使の歌声が響き渡る、500いける。いやそれ忘れてた、やばい、多分500くらい回復するよね。いや、え、いや、いけ、さすがに、よしよし、まあ一旦ゼロにはできた。でこっから、え、250はさすがにダメージ与えてくれよね、お前ら、さすがに頼むよ。いや避けられたらきついけど、それ言い出したらローガもそうか、もうしょうがない、それ避けられること考えちゃいけない。いやー終わったかもしんないねーなんて思っちゃって、一面してきよ、あれれおかしいぞ、違うじゃ、え、しかも魔物使いだから、どの道つばぜり合いとか無理なのね。だから、え、お前そう、思ってたんと違う、こんな回避されるなんて聞いてないもん。頼むよ、なんか氷に弱い可能性、当たってたら勝ってたじゃん。じゃ次は大輝で、リュータに関してはね、あいつドラゴン系ばっか使うんで、多分ね風林火山の得意な種族誰も使ってないと思うんだよね、リュータに関しては。多分ドラゴン使うかビッグモンスターだから、ミニモンスターがいない時点でかなりきついし、まあ強いて言えばデンタサイルスが獣系のはずなんで、それくらいって感じなんだけど、ただ多分彼に関してはまあ獣かな、デスゴンって多分だと思うんで、そこら辺の相性はいいんじゃないかな。まああとあれだね、悪魔系の確か相性の良さとかもあったはずなんで、悪魔系に対して特攻があるみたいな、だからまあそこでギガンテスもあると思うんで、これは一番いい理想的な戦いができるんじゃないかな。
だから一応今回は大輝を選んだけど、多分大輝はね、風林火山かなり効くと思うんだよね、使ってくるモンスターが。他にもデンタザウルス使ったりもしていたし、あと誰使ってたか忘れたけど、まあ大体特攻あるミニモンスター以外は使ってたはずなんで、いけると思うんだよね。あと一個思ったのが、こういう感じで、誰かと対戦するってよりは、不特定多数の相手と戦う？だからまあゲームセンター的な、このゲームのゲームセンターで10連勝するまで戦えるみたいなやつがあるんだけど、そういう時って大体、敵がランダムなんで、いろんな種族を使ってくるわけよ。だから、そういう時にこの風林火山で輝くと思うんで、あんまりこういうなんか、特定の相手と戦うっていうのは、そこまで相性が良くない気がしてきたんだよね。例えばさっきのね、ヒナとかだったら、スライム系多用してきたりするけど、スライム系と別に相性がいいわけでは、まあミニモンスターで相性がいいことあるけど、っていう感じで、相性がいいとは限んないんで、まあ、どっちかっていうと、いろんな可能性を秘めた敵の方が強いんじゃないかなって感じがしたんで、どっかのタイミングでなんか、ゲームセンターで使ってもいいかもしんないね。ゲームセンターでどれくらいかというのか、ちょっとやってみるかもしんない。次回くらいに。さてことで、まあ、ダメージはちょっと食らっちゃうけどしょうがない。ただこれに関してはもう、守りより攻めに行ってるんで、330いいでしょう。ただこちらだって、与えてやるっていうお話を。あとダウンウォールがね、全然効かなかったのがでかいわ。さあ頼むよ。さすがに当てていく。で、しかもギガンテスも同じく、耐久には何も振っていない敵なんで。で、あとは風林火山頼む。風は関係ないっけ。お？いや、これ単純に耐久がないだけか。430普通に与えられるの強えな。冷静に考えて。で、漆黒の爪行こう。素晴らしい。これが君の強さなわけよ。会心率がめっちゃ高いってことは僕も知っている。それを見せてあげたかったみんなに。よし、いいよ。で、風林火山の炎が確か悪魔系のやつだよね。だから、ギガンテスに炎か、いや、林が確か、なんだっけ、林やペイが獣だったはずなんで、それで、いや、まあ、いいよ、いいよ。しょうがない。耐久とかいろんなものが下がっちゃうけど、そこはもう仕方ない。甘んじて受けれる。で、猛ダッシュはま、適当にやってもらって、当たってくれば問題ない。で、風林火山の林が獣なんで、それが当たってくれることを祈るって感じかな。山？山は関係ないね。まあ、強いけど。これは確かメタル系かな？うん、なんか今のも、トゲトゲって感じで、メタル系に効きそうな雰囲気あったけど。で、まあ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 、これも耐性というか、なんかいろいろ下がっちゃったからね。それもしょうがない。それ君のね、君だってそんなことしたくないっていうのは分かるか、僕だって。僕だって。で、からの、さらに、ハリケーン砲。まあ、これで耐久的にはこっちの方が有利なんで、普通に強えな。普通に火力が高いから。で、ビッグバン使って、あーでもさっきのターンビッグバン使った方が良かったか。まあ、風鈴、まあでもどっちみちいけるか。こんだけ HP、え？うん、じゃあ関係ねえわ。先制攻撃とかそういう次元の問題じゃなかった。オッケー。まあ、負けても多分勝てるけど、一応やっとくか。僕が目指すは完全勝利。だからこんなところで負けるわけにはいかない。さらに僕はビッグバンを発動。これで550点くらいのダメージを与えて、残りは340かな。なので、その340点を、まあ残りの2人でしっかりと出してもらえば完全勝利。先手を取ってほしいけど、まあ最悪取んなくてもいい。まあ今回に関しては取んなくてもいいんだけど、ピンチになった時にね、先手取ってくれた方が嬉しいんで。さあ、灼熱の叫び。まあ確実に行くという面ではいいかもしれない、これは。さあ、どうだ？ガードするんかい。だからそういうなんか全体攻撃ってそういうとこ良くないんだよな。そうなってくると、負け筋になるから、頼むよ。よしよしよし、これ勝ちかな。オッケー。なんか相性がいいってのがなかなか見れないね。風林火山の素の火力が高いってことがみんなに多分伝わったと思うから。あと本当に、特攻がうまく決まればって感じかな。まあ、決まんなくても強いから、まあ、そこが強みって感じであるのかもしんないけどね。大体ってその、特攻決まったら強いけど、決まんないと微妙ってやつが多いと思うんだけど、なんか滅魔山の時みたいな感じで、シンプルな火力も高いって感じだね。じゃあ、締めは、ブーヤンに戦ってもらおうかな。僕の格下なんですけど、メタルキング級っていう。
まあ、なんでブーヤンかっていうと、まあ、まず一つ目として、悪魔器をほぼ確実に一匹は入れてくれてるんで、まあ、そこでまず相性がいいと。で、プラス、あ、ナイトリッチとシャドウサタンか。まあ、思ったより強そうじゃね？なんかあれ？プラチナキング級だから弱いと思ってたけど、なんか、結構ガチ結構ガチなパーティーな気がしてきたけど、どうですかこれ。で、まあ、あと、なんかミニモンスターいっぱい使ってくれるんじゃないかなって思ったのも、まあ、理由の一つだったんだけど、まあ、それに関しては、まあ、僕の希望で終わったって感じかな。ナイトリッチもシャドウサタンも絶対ミニじゃないもんな。下手したらビッグ。もしくはどっちにも属していないかの、まあ、どっちかだと思うんで、多分ま、ミニではなくて、悪魔系くらいかな。ナイトリッチもゾンビなんで、まあ、そこまで別に特別相性がいいってわけではないけど、まあ、ただ他のメンバーに比べたら、ちゃんと悪魔系使ってくれたいね、してるんで、まあ、君しかいないんだ、ブーヤン。他のだって、なんだっけ、リュータとさ、あとは翼、この二人は全然使ってくんないんだもん。よし、それじゃあやってこう。まあ、そうだね、とりあえず、目指すは、シャドウサタンに、炎、火をやるってこと？風林火山の火をやることが、目標ではあるけど、まあ別にそれができなくても、勝てるんだぞ、というところをね、見せてあげたい。このブーヤンに対して見せてあげたいんだ僕は。だからしっかりとまずは風林火山をやらせていただきます。まあレベルはね相手75なんで、こっちをはーせっかく火ができた、しかもちゃんとシャドウサタンに当たった。気持ちいいよ。いやーもったいね、せっかく見れたのに。くっそー、なんでこういう時に限ってやっと見れたのに、やっと。あ、500円、すご。シンプルにおめつええな。おめつええな。から猛ダッシュ。回避さえされなければね。回避さえされなければ強いんだけどね、君って本当に。は？本当なんか、嫌い。お前ずっと避けるもん。ヒャダルコね。まあ、しか魔法に弱いことを君は知った上で。なんて性格が悪いんだ。いや、全然聞いてねえ。え、そんな聞いてないの？え？ダッシュなん強。まあ、確かにダッシュランって、なんか、雪があるところに住んでるイメージはあるけどね。なんか氷来た。ダッシュラン！ダッシュランが行方不明になってしまった。捜索願いを出さないと。は？あー、全然風林火山安くない。オーマイ。くっそ！しかもこんな、まだ早くない？まだ始まったばかりじゃん、この戦い。勝ったけども、勝ったけどもじゃねえ。早いって、行方不明になるわ。つばずり合いやらされるわ。風林火山外れるわ。もう、踏んだり蹴ったりよ、こんなの。あ、でもこれはありがたいわ。まあ、どうせ30だから、いてくれた方が嬉しいんだけど。さあ、じゃあ、漆黒の爪で会心出してほしいな。どうせだったら。いや、むしろ会心を出した分がここで回収されていいのかもしんない。314、素晴らしい。シンプルにダメージがでかい。からナイトメアソード、さすがにもう一回行方不明にする気はないようだ。まあ、この分ね、ダメージが軽減できてるんで、まあ、これが行方不明のデメリットだよね。バシールがされることによって、戻ってくる前にダメージを受けないんで、実質ヒット&アウェイみたいなもんっていう。まあ、これに関しては、まあ、ね、バシルーラのデメリットって感じであるけど、これビッグバンかな？とりあえずは。で、ダメージをしっかり蓄積していく感じでいこうか。さあ、ビッグバンでダメージ与えて、まあ、風林火山使いたいな。使いたい。まあ、もともとね、別にできなくてもいいなとは思ってたけど、一回見せられ、お前、失敗人来。いいけど、疾風陣雷逃走中アディケード、あーん、悪くないダメージですね。295回復、シンプルな回復。こんなシンプルな名前のことがあるんでしょうか。これで回復じゃないのよね、ブーメラン攻撃だから。ブーメラン攻撃な上にしかも回復してねえし、嘘つきじゃん、ただの嘘つきじゃん。でダークインパクトね、はい、まあ、258いいでしょう。でからの来るね、灼熱の叫び。ちょっと弱いけど。そういえばバズズもこんな感じだったっけ。もうほんとやってることバズズと一緒なのね。よく見たら、だいたい鋭い爪の一撃と猛暑も一緒だし、本当にただの色違いって感じなんかな。冷たい影響を吐く、素晴らしいダメージ。で、
まあ、疾風陣雷でもいいんだけど、もうね、僕は風林火山を見たいお口になってしまった。一回あんなの見せられたらもうやるしかねえ。これをな、風林火山、まあ、疾風陣雷で先生取ってっていうのが本来のこのパーティーの目的だったんだけど、何今度は何よ。あー、グラネブね、まあ、ちょっとダメージ食らっちゃうかな。結構痛い気がする。あー、670くらいかな、670点くらい食らいました。風林火山頼むよ。この墓、いや、これが炎だったらなって。僕はなんと、くっそ、あの時避けられなければ特攻をみんなに見せられたのに。何もしてないもん今回、何も特攻してないけど、なんか強いってことはわかる。強いね、普通に。特攻してないのにこんなに安定してるのは普通に強いとは思う。君たちが強いのは認める。ただ風林火山を一度でもいいから見たかっただけなんです。まあでも最初も言ったけど、ゲームセンターの方が輝く気がするので、まあ、ちょっとゲームセンターをどっかのタイミング次回あたりやるかもしれないので、その時はよろしくお願いします。多分その時こそは特攻が、風林火山の特攻が見れると思うんです。それじゃあ今回はここまで、バイバイ。